ギリシャ議会議事堂ギリシャ議会は、ギリシャ共和国の立法府である議会。アテネのシンタグマ広場を望む、旧王宮を議事堂としている。ギリシャ議会は一員制で300人の議員で構成されており、任期は4年となっている。1844年から1863年にかけてと1927年から1935年にかけては二員制であった。 ギリシャ独立戦争の期間には国民会議がたびたび開かれていたが独立したギリシャが議会を設置したのはオソン一世が軍部のクーデターによって憲法を認めさせられた1843年のことであった。1911年の新憲法では人権規定の充実、法の支配の強化や統治機構、中でも議会の近代化がもたらされた。7年間にわたる 軍事政権を経て1974年12月8日に実施された国民投票で国家形態を定めることが図られた。この投票の結果、69.18%の多数によりギリシャ国民は立憲君主制を廃して議会共和制を樹立することとなった。19世紀末に旧議事堂で開かれたギリシャ議会にギリシャ議会の定数は300で、 選挙制度は、複数議席が割り当てられた48の選挙区、1議席が割り当てられた8の選挙区と、国全体を一つの選挙区として、それぞれで比例代表制で議員を選出する。300議席中288議席は選挙区で選出され、有権者は政党ごとの候補者名簿に記載された候補者氏名に記号を書き入れて、1名、または複数名の候補者を選ぶ。 残る12議席は全国区において選出され、各党の合計得票数の割合に応じて、各党の名簿の上位者を当選人としていく。非選挙権を持つのは投票日に18歳以上であるギリシャ市民であり、これは選挙権と同じ基準である。なお大学教授を除いた公務員は選挙の告示までに退官しなければ立候補することができない。議員は在職中。 刑事訴追逮捕、身柄拘束を受けない特権を持つ。また、立法行為や審議に関して、いかなる機関に対しても、情報を提供しなくてもよい。ただし、民事の軽争事件については責任を免れることは、ない。議員の権限に関わる犯罪の権威については、議会が当該議員を弾劾しなければ裁くことができない。 またこれらは議員ではない閣僚についても同じ手続きが取られている。この時の弾劾審理は特別法廷で開かれる。議員が個人として関わる犯罪の権利については特定の犯罪権利に限って検察官の求めにより議会が特権停止を採択しなければ裁くことができない。このような案件は通常の法廷で審理が行われる。ただし現行犯については 議会の許可を要しない。議会の運営は、理事会が担っており、議長、7名の副議長、連続在職期間が、最も長い3名の議員、6名の理事で構成される。理事会の特徴として3党による構成が挙げられ、第4副議長、連続在職期間が、最も長い議員のうちの1名、理事のうちの1名は、第1野党に、第5副議長、 理事のうちの1名は、第2野党にそれぞれ所属することとなっている。理事会の構成員は、当然ではあるが、議員の職にあるものでなければならないが、閣僚や時間を兼ねることはできない。議長及び5名の副議長は、議会の任期の冒頭で選出され、その任期を通して、それぞれの職に就くことになるが、連続在職期間が、最も長い議員と理事の任期は通常会議が、 開会している期間に限られる。審議会の召集にあたって行われた、先制式議会が法案を採択して、法として成立させるまでには3段階の投票が行われる。最初に原則として修正の提案やその賛否を条文ごとに問い、それから全体としての採決を行う。可決には単純過半数の賛成を要する。法案が可決されれば、 大統領に送られて交付され、また官報に掲載される。この時関連する閣僚の副書が求められる。また憲法で個別法の制定を要する旨が規定されていなければ、立法権限の委託が認められる。制定された法令は、官報のインターネット版で閲覧することができるが、認証制となっており、ハードコピー版は有料で手に入れることができる。 この他にも民間でも認証性の法令データベースのオンライン版を提供しており、法令の調査に使うことができる。公的機関では法令を得ることができるようなデータベースやウェブサイトを作成しておらず、議会ウェブサイトですら行っていない。議会は大統領制や議会共和制といった国家の形成や人権や自由の保護をうたった条文を除いて、 憲法を改正する権限を有する。憲法改正は少なくとも、全議員の6分の1以上による同義で提起され、全議員の5分の3以上の賛成を得た上で、さらに少なくとも1ヶ月が経過してから、再び採決を行わなければならない。この2度目の採決は、総選挙を実施するなどして、新しく選出された議会において行うこととなっている。 この時二度目の採決では単純過半数でもって憲法改正が承認される。最初に提出された同議への賛成が全議員の5分の3に届かず単純過半数にとどまった場合は新しく選出された議会で全議員の5分の3以上の賛成を要することになる。このため二度目の採決を行うことになる議会はその前の任期の議会から 憲法改正の権限を与えられることになるため、改正議会と称され、通常議会とは別の数え方をされる。近年では1974年選出の議会が第5期改正議会、1986年選出のものが第6期改正議会、2001年選出のものが第7期改正議会と称される。2004年から2007年までの議会は第3共和制の 第11期通常議会であったが、2007年、選出議会は第8期改正議会とされる。なお前回の憲法改正が成立してから少なくとも5年が経過しないうちは、新たな憲法改正を同義できないとされている。議会は、独自にフリーツーエアのテレビ放送局である、ブーリティレオラシを運営しており、本会議や委員会をすべて放送している。 議会が開かれていない時は映画、演劇、クラシックコンサート、オペラ、バレエや歴史ドキュメンタリーなどを放送している。夏季休暇の時期に議会は青年議会と呼ばれるギリシャ、キプロスや諸外国のギリシャ系の高校生が議員の出席の上で演説や討論を行う会議を実施している。この催しは議員に対しては若年層のニーズや見方を披露するものとして 生徒に対しては政治における適切な議論と参加の実践を体験するという目的がある。また議会は学年度を通じて中高生の公式訪問や見学を受け入れている。議会では定期的に政治の様々な観点を題材とした展示会や開顧展を開いており、主に政治や議会の歴史に関するものが展示されている。また議会では紙や電子的媒体で、 研究や出版を行っている議会基金を運営しており、議会の機能や過去のギリシャの政治的、文化的な活動に関連する記録品や歴史、学術的な題材を扱っている。1843年から1854年までと1875年から1932年まで、議会はスタディウ通りの旧議児童に置かれていた。 現在の議事堂は新古典主義建築の3階建ての建物でフリードリッヒ・フォンゲルトナーが設計し1843年に完成した当初は国王の宮殿として建てられたものである。1909年には火災によって損傷し長らく修復作業が行われた。王室一家は国民投票で王室が廃止される1924年までこの建物に居住し続けた。 その後、病院や博物館など様々な用途で使用されてきたが、1929年11月に政府がこの建物を議事堂とすることを決定した。大幅な改修作業が行われた後、1934年8月2日に上院が救急殿において開会し、1935年7月1日には第5期国民議会が開かれた。 この1935年には王政が復古したものの引き続き議会が建物を使用することとなった。無名戦士の墓の前を警備するエブゾネス大統領警備隊のエブゾネスが警備する無名戦士の墓は議事堂の前提にある。この墓碑は1929年に着工され、1932年3月25日に本会議場は地上階にあるが、 アンフェテアトルムの形状となっていて、金の装飾が散りばめられた紫大理石や紫の、縞模様が入った白大理石がはめられている。議員の座席は、線形が5つに分かれた形で配置されている。議長席、演談、閣僚などの席や即帰者席は、彫刻が施された木材でできており、議員と向き合うように配置されている。列柱を持つバルコニーが、 本会議場の上層を取り囲んでおり、見学席として使用されている。その見学席の一部はかつて寄品席として使用されていた。ステンドグラスの屋根は日中自然の光を取り込んでいる。かつて3階には上院が使用していた現在の本会議場よりわずかに小さいものの、現在の本会議場とほぼ同じような議場が設けられていた。 上院が廃止されてからは3回の議場で会議は行われておらず、政党の議員会や議会、または政党の活動に使用されている。議事堂には入場口が2カ所あり、西側の正面入り口は無名戦士の墓や新田熊広場に面し、東側は国立庭園に面している。2019年7月7日に実施された総選挙を受けて、 議会は6つの会派で構成されている。会派別議席数、ありがとうございます。